はいどうも皆さんこんにちは、トリッピーです。今日もですね、橋作りの方勤しみたいと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。最近ですね、私ですね、大きな橋の端っこの方を走って橋本環奈と走る夢。さあやっていきましょう。 2-3 から予算が一重百千、まあ2万ドルでもって中間地点があるから、ここを通らないといけない。 A の2はこっち側に行かないといけなくて、でもって A の1はこっち側に行かないといけない、そういうことですか。あ、でもこれこんな感じなんじゃない、実際のところ。さあこれどうよ皆さん、もうシンプルにここを鉄鋼で固めることによって、もう左右の安定感を高めるという橋。ちょっとグラグラしているが、あ、こっち大丈夫、こっちは止まる。おお、いいね、そういうこと。じゃああとはここら辺を安定感を増せばいい。ロープがあと1本つけるので、こういうことなんですよ。ロープをこっからここにやることだけで、たったこれだけでこの橋は安定。まあこういうことですよ、つまりはこういうことですよ。はい、まあこういうことなんですよ。結局ここら辺だったから問題は、見てこの安定感、こういうことでしょ。つまりみんなが言いたかったのは、ここをしっかりと固めなさいって、そういうことが言いたかったんでしょ。どうせほら、まあこういうことですよ。結局ここを固めなさいと、そしたらこのプップーはしっかりと進みますよと、そういうこと。なるほどな、世の中そんなにうまくいかないか、そりゃそうだよな、いろいろ大変なこともあるよな。この BGM が相まってさ、めちゃくちゃ今俺はいい話をしてるような錯覚に陥るんだけど、これはもう大丈夫ですよ。はい、頑張れ。うわ惜しい、めちゃくちゃ惜しい、これ惜しい。もうちょっとでも、もう予算がこれ以上はもう無理なんです。これ以上はもういって、よっしゃー頑張って。なんで、すいません、ちょっとこっちの予算が足りないんで、すいませんけどここら辺の予算を削ってください。ちょっとすいません、ここをこれぐらいの予算でお願いします。することによってこっち側の予算ができましたんで、はい、私これでここ、こんな感じで三角、あー三角つけたいんです。これどう、予算、これオーバー、まだオーバーオーバーオーバー、まだオーバーまだオーバーまだオーバー、よし来た。どうよこのスマーティングな、まるで俺の体型。来た、予算以内来た。どうよこれ、もうこれは完璧でしょ。まずここで鉄鋼でちょっとだけ予算を、こっち側はもうこれ一本で大丈夫っていう、もう信頼安心感することによって、これはシューとこのまま行ってくれる、そう俺は信じてます。見てこの安定感、いけ、よし、うわー、お信号なんだ。こっちは、こっちも、さあ行け、よし、オッケー、ナイス、お前なら行ける、なぜお前が落ちた、さあちょっと待て、伸ばせ俺らの思い、これどうよ。さあもうこれ行けるしかねえ、よっしゃー素晴らしい、これは素晴らしい、いい橋だったぜ。2-4、はい、予算1100,000万、68,000スタートから、まずは油圧をして、船が3つ通って油圧で下げて車を通す、めちゃくちゃ大変じゃない。これこそ本当にさあれなんだけど、こんな感じで、はい油圧を使わない縛り俺はする。だってこのまま行ったらさ大丈夫ってことでしょ、これ。こんな感じでさ、うまい具合に、あー、ここは届かないのか、ここ届くやつない。まあでもこんな感じでしょ、これでこう、どうこれ。あー、なるほどな、まだそううまくはいってくれないと。よいしょ、ほいほい、ここどうこれ、これはい、安定感ある、オッケー来た。まあ失敗したけど、これここ大丈夫だよ、これまあなんとか多分これギリギリ通るでしょう、俺のこの予想だと。でもって次ここよ、みんな見てくれ、油圧アンチの俺がついにやり遂げました。
このような形で一切油圧を使わずに船をトンネルのようにくぐらせる、そういう橋が完成しました。まあ普通に考えてさ、トンネルとかもそうなんだけどさ、ほら安定感やばいよ。あれなんだよ、この高さよりも高い船は通っちゃダメなんだよ、どう考えても。何が油圧じゃい、行け行け行け、よし来た、素晴らしい。あとは船大丈夫なあ。安心感ありますよ、なぜならまだ予算がたくさんあるから。まだ予算たくさんあるから、こんなところでね、こんなところで失敗する球じゃないんすよ僕は。これはもう勝ったでしょう。これ鋼鉄でいけるもん、これ鋼鉄でいけちゃうんだもん、これこれ負ける理由がないわ。はい、この予算が円卓に潤沢に、油圧を使わなかったことによって予算がめちゃくちゃ潤沢にあるからこそできるこのリッチな鉄鋼ゾーン、安定感の塊です。さあ倍速しまーす、ウィーン、オッケー。さあそしてついに来い、船の到来。通れるんだな、これが、これが通れちゃうんだな。そして最後、行け赤いスポーツカー、お前ならこの橋は通れる、俺が作ったんだ。この中にはリスナーがたくさん乗ってます。やった、完璧だ、いいね、レベル6クリア。マジで本当に油圧使わなかった。じゃあ次です、 2-5、木材鋼鉄油圧ロープ、車が来て、車が来て油圧で上げて、船が通って油圧で下げて、バイクが通ると。了解しました。橋が完成していく。どうよこれ、見て、これ油圧でもうめちゃくちゃ上げるから、すげえ勢いで、ここで、ここで割れます、ここで割れます。俺の作戦なんだけど、もうこれさ、シンプルに、なんていうのかな、ちょっとだけこうやってもう斜めに移動しとくんですよ。で油圧でここをちょっとしか上げなくて済むような、形にしとけば俺はうまくいくんじゃないかなって思う。これでいこう、ここまでがポイントで、ここを割らないといけないわけよ。そして、これは絶対に耐えれないから、こんな感じよ、こんな感じで、もうここの橋をもうガッチガチに、ズブズブの関係に、ズブズブの関係にする。これで、はい、これでもガッチガチのズブズブ、ガッチガチズブズブにして、ここをもう気持ちちょっとやっちゃおう。さあとりあえずこれで、あとは、あとはこれですよ、ここら辺、ここら辺引っ張ればいいでしょう。ここら辺を引っ張れば俺の完璧なプラン。あー、ちょっと予算オーバーしてる。ただ待ってね、ここはとりあえず、ここは長さは保持で、ここだけ引っ張りたい俺は。ここだけちょっと引っ張って、これどうなるか、一応これで一応どうなるか。さあ行く、あ、引っ張、オッケー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 、あー悪くない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 、これは悪くないぞ。こんな感じで、あとは微調整をしたらこれいけると思う。これぐらい、あー惜しい。皆さん見てください、ついにトリッピースペシャルが完成しました。これに俺は夢を乗せています。これね、若干ここの道路、ここで重なって船とぶつかるのがダメだったから、ここの道路を1枚こっちに拝借しました。そうすることによって、ちょっと待って、予算超過だな、いらないやつ、ここ多分使われてないだろう。こういうの削っていきながら、多分俺の予想だとこれだと上に上がってくれる、行ってくれ。さあまずは、つかまず車が、車が、車が反対にひっくり返るのはよろしくない。どうだ、さあ今度こそ、おめえならいける、おめえならいける、いけ、よし、オッケー。さあ、うわ、でもこれいいんじゃない、壊れたけれども、壊れたけれども俺の夢が乗っている、いけ、トリッピースペシャル。さあ、あとはこのスクーター原付がいくだけ、お前がここ、これだけ、これのあるねよーし、よーし、よしよしよし、2-6来ました。予算が1100000万、75000。いや久しぶりに自分になりたかったことでできたな。しかも今回これだ、めちゃくちゃ中間地点が多い。あ、待って、なんだこのケーブル、なんか鉄のケーブルみたいな手に入ってる、これは良さそう。みんな見て、めちゃくちゃスリルのあるもの作った。
これ完璧ですよ。ここの分だけ道路使わなくて済むからね、これ。これはもう、しかもドキドキ感も味わえる。これこういうことだよね、でも実際のところは。これ普通に難しくね？これでどうにかして橋を崩れないように作れということですか？そんなことが可能なんですか？これさ、あれだよね、曲がりくねってるから、あー多分あれだな、このケーブル使ってみよう。こういうさ、あの谷間のところを、この谷間をしっかりと固定する。待て、ダメだ、もうちょっと上だ。ここら辺が崩れてる。どう？お、耐えたぞ。頑張れ、耐えろ。1個ギリギリだ、2個 OKOKOK、 すげえいい感じ。はい、絶望。おお、ここ走れんの？待て、知らなかった。でもどうせこれ取らないといけないしな。もうちょっとでいけそう。ここまで OK で、じゃああとこれを完成させるだけですね。意外といけそうだね、これ。さあ、これでできました。またケーブルをつけていく。どうよ、これなんかもうドラゴンみたいな橋になってるけど。さあ行け。やべ、ここの安定感、いやちょっとなさそう、さすがに。ただここはちょっとやばいな。ここでなんか落ちそうだよね。取れていく。ここ大丈夫。異常にこれ頑張ったから。この車遅いけど。さあ、うわー、どこだったかわかんねえ。さあ、ついにできました。見て、ここの安定感やばくない？後半の安定感を完璧にしました。さあ、これならいけるんじゃないか。ちょっと早くり。300で戻っていく。さあ、お願い。行くんだ。取れ。崩れるな。オッケー。最後。気合だ。お前ならいける。よし。素晴らしい。あ、蛇がいる。かわいい。やったぜ。いけた。オッケー。レベルをクリア。さあ、しっかりとクリアしていく。さあ、そして次、2-7です。2-7は船があって、なるほど、普通にめちゃくちゃ長いんだよな。さあ、できました。ついに、まさかの船の上ではなく下をくぐろうの回。これをすることによって、さあ、これで船に橋を崩されることもなく、いけ。さあ、レベルは失敗したけれども、俺は諦めてません。ああ、やばい。いや、ただお前だけでも、ああ、やばい。はい、完璧。もうこれは全てを虜にする、めちゃくちゃかっこいい橋ができそうです。あとはこれも網目状にこうやってもやっていくだけよ。こうやってピッ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 って、はい、できました。てかさ、今思ったんだけどさ、今からここをさ、あの網目状にしようかなって思ったけど、これさ、下の安定感がなかなかに凄ましすぎて、上いらない説浮上してます。なんだったらもう普通の、いわゆる普通の橋、いや、もっとおふさけがある、もっとおふさけがあってもいい橋。完璧。こんな橋が今まであっただろうか。いや、もうこれ芸術です。さあ、行こう。いけ。よいしょ。さあ、何もない橋、さっきは重さで、ほら、いける、ほら、いけた。邪魔だったんだよ。お前頑張れよ。お、カーチェスしてる。待てー、ルパン。お、ルパンの車みたい。ルパンの車黄色だったっけ。行っちゃったんだよな。俺の作る橋完璧なんだよな、これ。よーし、いいねー。